森勘之助は、日本の造園家、策定家、造園教育者。造園指導者として、人材育成にあたる傍ら、多くの造園作品を残す。大別して、住宅庭園や公園緑地庭園、学校庭園等が多いが、設計の他志向監督指導等になるものも含めると、作品数は多数に及ぶ。佐賀県唐津市生まれ。1914年。 千葉県立園芸専門学校卒業の後、一時、当時区内省出入りの植木師として、名のあった東京府か戸塚の小川茂次郎方に、徒弟として増園実務に携わった。1915年、恩師本郷高徳の推挙で、大阪フリー院となり、大屋霊場と共に、笛澄美吉公園改良工事に従事することとなる。1922年、母校である、 千葉県立高等園芸学校の助教授となる。1929年、同校は文部省に移管されて千葉高等園芸学校となり、唯一の管理高等園芸学校となっている。1931年から1934年にかけては欧米を長期出張視察。米国マサチューセッツ州立大学造園学部では1年間造園学研究に勤しんだ。 1934年教授就任。1944年退職するまで、同校で教弁を取り増援会で活躍する人材育成に当たった。二戸北年庭園園芸学校を退官後、民間会社のほか東京農業大学、京泉女子大学、山形大学等で増援学を講じ、また留学経験から語学に堪能であったためしばしば海外各地に、 長期出張して、現地で、造園の実施指導あるいは設計志向の監督に、当たっている。海外における作品では、1958年、インドにコロンボプランの政府派遣技術者として滞在、デリー及びニューデリーを中心として、日本庭園ほか公園、庭園を、数多く設計。翌年には、カナダ・バンクーバーのブリティッシュコロンビア大学校内に、ニトベ記念庭園を、 設計志向。この感動大学で客員教授として一年肝臓演学を講した。長崎県諫早市にある県立農林センター増援の設計指導に出張した人に大阪国際空港で休世。ありがとうございます。